どうも大之助です今回のテーマは読書術の中でも効率的な読書術のテクニックについて徹底解,徹底解説していきます。早速噛んじゃったんですけどというのも皆さん本読むの好きですか僕大之助は二十歳ぐらいまで本読むの大嫌いだったんですけどというのも。 本読むのってなんか文字ばっかだとなんかもううんざりするじゃないですか。しかも時間かけて読んだとしても結局記憶に何にも残らなくてこう何だったらゲームした方が良かったとか友達と遊んだ方が良かったみたいな風に時間を無駄にした感覚ってありますよね。 で、やっぱり <laughs> 経済的にも社会的にも地位が上の人とか頭がいい人とかって本を読む習慣がありそうですよねだから自分たちもそういう人間になりたいなっていうふうに憧れて実践してみてもまあなんか時間無駄にしたっていうふうになるんだったらだから結局僕たち読書嫌いになっちゃいますよねただそれって僕たちの頭が悪いからじゃなくて読書のやり方が間違ってる可能性が非常にあるわけなんですよだからそういう読書大嫌いだった人間僕自身ですら実践して まあ5年後にはもう毎月10冊は本を読めるようになったしかも本が大好きになったしもともと語彙力がアートぐらいしかなかった人間が好きなだけいろんな自己改善に関する情報とか喋れるよようにななったわけなんですよねだから今回お話したい読書術っていうのは小説とか絵本とかというよりも、まあ、僕が普段お話しさせてもらっている食生活とか運動とか習慣化とか睡眠の質改善みたいに自己改善に関する情報とか、まあ、役立つ あの自己啓発本だったりりととかか、まあ、実用書とかありますよねそういう内容をちゃんと自分の記憶にインプットするために何したらいいのということについて、まあ、科学的根拠とあの僕の,あの実践したテクニックっていうのも込みでお話ししていきたいなっていうふうに思います。というのも、まあ、別の動画で、まあ、概要欄にもリンク入れてるんですけどお話しさせてもらったんですけど読書ってもうあのめちゃくちゃメリットがあるんですよね。そしてあの人種とか国籍とか年齢とか性別とか関係なく誰でも読書のメリットを享受することができるんですよね。論理的 思考力が高まったりとか他の人の人生を追体験することができたりとかまだから自分の人生経験が増えたりとか他人の気持ちをおもんばかることができるようになったりとか語彙力が巧みになってあのまあ自分の考えを相手に伝えやすく的確に伝えやすくなって自分の感情コントロール能力が高ま高まったりとか様々なメリットがあるんですよねもちろんそれは絵本とか小説を読むだけでも効果があるんですけどまあ、特に実用書でも同じように効果があるわけなんですよね まあだから更に更に加えてあの本読みたかったら図書館行ったらもう何,何十冊何百冊も本が借り放題だし読み放題なんですよねだから僕たち貧乏人ほど能力のない人間ほど人生変えたかったらパチンコ行くんじゃなくて飲み会に参加するんじゃなくて本読むよっつ話なんですよねじゃあとはいえそれができたら苦労せんわって話なんですよね だから僕たち読書素人たちが、まあ、あの今回お話しするお品書きというか目次は画面にお見せしている通りなんですけどまず読書についてどんな勘違いしてるのかあのなんかあのそんなに肩肘張らずに読まなくてもいいんすよということについてお話ししていきます。でまずこのの読書の勘違いからです、ね、っていうのも最初から最後まで丁寧に読まなくていいんすよ。 まああの筋トレを全然したことない人間が自分の身の丈に合わないめちゃくちゃ重たいバーベルを上げようとしたところでそんなん習慣ができないし下手したら怪我しますよねみたいな風に読書大嫌いで全然したことない人間がいきなり最初から最後まで丁寧に難しい実用書を読もうと思ってるから挫折するわけなんですよ。 だから簡単なところから始めましょうって話だし僕たち小学校の頃から国語の授業とかで本は最初から最後まで丁寧に読むべきだっていう風うに、まあ、潜在意識に刷り込まれてるじゃないですかただあの本の中ででもも目次見て気になったところだだけけ読むだけでもいいんですよ。結局なんとなく最初から最後まで読もうとして張り切ってその読もうとしたはいいけど何にも知識が頭の中に入りませんでしたよりも。 目次見て1個だけ1テーマだけ見てそして自分の生活に1個役にあの、まあ、実践してみるっていうだけでも読書の価値はあるわけなんですよね結局知識って頭の中に入れてそして自分の生活に取り入れてなんぼだから知識を手に入れて実践しなかったそれってあの何にも頑張ってない人間本を読んでない人間と周りから見た時の,その評価って変わりませんからね結局あの行動に何も変化もないんだったらだったら。 そのなんか最初から最後まで丁寧に読んであの時間をただいたずらに消費するよりも,もう自分が本当に必要な情報だけをピックアップして使うぐらいの感覚でいいんですよっていうふうに肩,ひり肩肘張らずに最初から最後まで丁寧に読まなくていいんだよということを覚えておいてくださいって話なんですよね。 そしてもう一つ僕たち読書しろとかかしがちな勘違いとしてたくさんの本を読まなくていいんですよもちろんたくさん本を読むに越したことはないし例えばメンタリスト d a i さんみたいに彼は1日 20, 20冊も本読んでるらしいんですよ <laughs> もう正直僕もそこそこ読書好きだと自負してるんですけどそれでも毎月10冊から20冊ぐらいが限度なんですよね一体どれだけのスピードで読んでるんだって話だしそういうやっぱ読書スピードが速い人って憧れますよねただ さっきもお話したよう私人それぞれ本の読みスピードっってて、まあ、遺伝子とかでで結構決まってくるんですよね。だから僕たちがそのすごい人たちに憧れて本をペラペラ,ペラ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 というふうにめくって内容を理解しようっていうふうに思ったところでそれこそ本当に時間の無駄になっちゃうんですよ重要なのはその身につけた知識,を知識をいかに実践するかって話なんですよねであのまあすごい人たちに憧れて自分もたくさん本を読んでみてたくさんの本を読んだ気になって人生が全く変わらないよりも1冊の本を熟読して。 その内容を実践する方が断然僕たちの人生にとって有意義だと思いませんかって話なんですよね。まあ、あの、例えばなんですけど、本じゃないけど、なんか、あの、ネットニュースとかいっぱいあるじゃないですか。あの、なんか芸能人とか、YouTuber とかの不祥事を叩いたりするようなネットニュースとかありますけど、そういうような、とか通り魔殺人とかいろいろありますよね、世の中の不況とか。そういうニュースを見て、皆さん人生何か役に立ちましたか 立たないですよねそういうあのどうでもいいようなノイズを頭の中に入れることによって自分の人生に向き合う時間例えば自分の学生,の学学生だったら自分の将来の進路だったりとかその、まあ、社会人の方だったらあのな、まあ、貯金するために生活費のどこを契約したらいいのかとか副業を始めた方がいいのかとかどういう行動をした方がいいのか日頃からどういう本を読んだ方がいいのか自分は今の仕事をこのまま続けた方がいいのかとかそういう現実と向き合う方が100億倍重要じゃないですか。 にもかかわらずどうみたいな感じで、そのんだろう、まあ自分の身の丈に合わないたくさんの本を読もうと読まなければいけないっていう風な脅迫観念に駆られてあの、結局筋トレ挫折するのと同じですよね。その筋トレ全然したことのない人間が、あの一日腕立て30回やろうっていう風に思ったら2日目で挫折しちゃうじゃないですか。2日目で15回とかになって、あの、 今回達成できなかった15回は明日やろうっていうふうに明日45回にしようというふうに思って明日45回やろうと思ったら結局45回ちょっと多いなっていうふうになって結局挫折してもう3日も続かないっていうのが僕たちの今までのルーティンでしたよねみたいなふうにハードルを高くしすぎるとあんまり自分に完璧を押し,押し,あの押し付けると結局泣いちゃうんですよね心が持たないモチベーションが持たないわけなんですよだからそんなにたくさんの本を読む必要ないんだよとまずは目の前の一冊からそしてあの まあ結果的にたくさん本を読めるようになった方がいいけど、まあ、まずは少しずつ進んでいくことが重要なんだよということをそし,そして何よりも。 ただいたずらにぼーっと読むんじゃなくて読んだ内容を実践することの方が断然重要なんだよということを覚えておきましょうって話なんですよね。というのも本ペラペラペラーっていうふうにめくって内容を理解する人とか、まあ、あのテレビとかでなんかたまにびっくり人間みたいなのでいるじゃないですかああいう人、まあ、生まれつきいるかもしれないけど僕たちがその生まれつきできないんだったら後天的に努力であれ無理っすあ,あれをできるようになるのは無理っす。 で、結局、まあ、いろんな世界中の研究とかでも、ああいうペラペラペラという風にめくる速読って、もう僕たちが実践、僕たち凡人が試したところで、あれ読んだ気になるだけで全然記憶に入らないっていうことが明らかになってるんですよね。だからマジで時間の無駄になるわけなんですよね。だから繰り返しになるんですけど、大事なのは、読んだ内容をきちんと覚えて、日常生活で使いこなすことなんですよ。で、ま、あの、安物買いの潜入しないっていう言葉もありますけど、その自分の時間を、あの、まあ、無駄遣いするんじゃなくて、 そなんか読んだ気になっただけでそのなんか優越感に浸って「俺ってたくさん本読んでるんだぜ」みたいな風にマウントを取ってけど中身スカスカな人間になるんじゃなくて。 きちんんと時時間間ををかかけてててそしし自分の時間を確保読読む速度が遅っったらじっくり読めばいいんですよオリエンタルラジオの中田敦彦さんもあのなんかメモ取りながら本読んでるから普通の人の3倍ぐらい時間かかってるわけなんですよねけどあの、まあ、なんかいらない人間関係とか仕事とかをバッサバッサと切り捨てて時間を確保してるからそのなんか熟読できるようになってるわけなんですよねみたいなふうに僕たちも「どでもいい飲み会」を断ったりとか自分の時間を確保したりとかゲームをなんか何の目的もなく YouTuber ー ゲーム実況者としてて生きていくんだみたいな目標とかもなくただ娯楽としてなんかいろんなコンテンツを消費するだけに当てている時間っていうのをそのなんか自分の読書する時間とかに当てるっていうふうにがっつり時間を確保する方,方にシュートした方がいいんじゃないのと。 そのまあ、昨今はテクノロジーの進歩とかで効率化とか生産性向上とかいや僕も今回のテーマは読書率「読書の効率向上」っていうテーマをお話しさせてもらってますけどただ効率を意識しすぎてやばいあれもやらなきゃこれをやらなきゃみたいな風に焦りの感覚にとらわれるとむしろ生産性低下しちゃうんですよだからその速読なんていうそのなんかできもしないもの,あの階段を銃弾飛ばして一足飛びでんだろう銃段階段を登れる脚力が 手に入るまで俺は一歩も動か,動かないぞっていうふうに思うよりもまずは一歩ずつ進むことの方が重要なんだよって話なんですよね。でちなみにまあ読書スピードを後天的に鍛えることを高めることもできるわけなんですよね。というのも読書スピードを高める重要な要素っていうのは基本知識なんですよ。っていうのも、まあ、あの僕たちは既に専門用語とかあの基礎知識知ってたらスラスラ読めるわけなんですけど何にも知らない分野例えばあの まあ皆さんが睡眠について全然わからない睡眠に関する本を読みたいなっていうふうに思った時にあのナルコレプシーっていう病気とかあるんですけどそんな病気とかあのなんだろうあとメラトニンっていう睡眠ホルモンあのえっと幸せホルモンのセロトニンが夜眠気を促すホルモンのメラトニンに変わるんですけどそんな専門用語とか出てきたら頭の中にクエスチョンマークが思い浮かんでまあいちいち調べたりとかしなきゃいけないわけじゃないですかとか調べなかった内容を理解できないですよねみたいなふうに僕たちはその分野に明るくない知識が詳しくなかったら やっぱり時間がかかるわけなんですよね。で、逆に、ということは、あの、まあ、ちょっとずつ、牛歩で、あの、一歩ずつ前に進んでいく知識を蓄えていくしかないわけなんですよね。で、 あスラスラ読める人っていいなっていうふうに思うかもしれないですけど逆にスラスラ読めるということは自分の知ってる情報しかないということ新しい発展発見や気づきとか新しい視点がないという話なんですよねだからメンタリスト DAIGO さんもその1日に20冊読むっていうのももう知ってる情報ばかりだからなんですよねたまにそのあのあ何十冊何百冊と読んでて当たりの本があってその当たりの本を半年間ぐらいかけて読むみたいなことをおっしゃってるわけなんですよね だからこそ、スラスラ読めるって必ずしもいいことばかりじゃないんだよと、スラスラ読むっていうことは、どうでもいい本を、あの、どんどん捨てて、捨ててって廃棄してって、代謝してって、素晴らしい本と巡り合うための方法の一つなんだよって話なんですよね。だから、基礎知識がどんどん増えていったら、自然にあの読書スピードも増えていくっていう話なんですよね。 で逆にそうやってたくさん読んでるからこそたくさんの本と出会っていて読むのに苦労するものこれってどういうことだろうっていうふうに難解なこととか書いてたらそれに対してじっくりと時間をかけて読むことで僕たちはその新たなな視点とととととかかかか考え方とか知識とか価値観とかを手にすするることがでできるってわけなんですよねだから決して時間かけて読むっていうのは悪いことじゃないんだよって話だし読書スピードはまあ基礎知識をたあの固めることによってある程度たあのなんか読書スピードを速くすることができるんだよということを覚えておいて くださいねって話なんですよね。そして読書に対する勘違い最後なんですけど、あのいい本を探そうとするっていうのは時間の無駄なんですよね。というのもやっぱり僕たち読書読者初心者からしたらあの限られた時間でできれば良い本を読みたいじゃないですか。そのだからそのオリエンタルラジオの中田敦彦さんとかメンタリストダイゴさんとかてかこの人賢いなっていう風に思う人たちのおすすめの本を読みたいっていう風に思いますよね。その気持ち非常によくわかります。というか僕もやっぱりそういうメンタリストダイゴさんが読んでる本とかを やっっぱ図書館行って探したりとかすするわけけなんですけどただ読んでみてあのこの人が良いって言ってた本が僕たちに刺さるかどうかっていうのは完全別問題なんですよね。人によってまた僕たちの本人の成長具合とか年齢によってどの本が刺さるのか変わるわけなんですよ。昔は幼少期の頃読んでた本これ何にも面白くねえなっていう風に思ってたけど大人になって読み返してめちゃくちゃ面白く感じることとかもあるわけなんですよね。なぜなら人間は成長していって価値観とか考え方が変わっていくからね。僕がここ最近でで幼少期読んでた 全然刺さらなかったけど最近読み返して面白かった本が「図書館戦争」という小説なんですよね。あのなんかあの中国とかロシアみたいにそのなんかあの表現の自由が奪われた日本社会でその本がどんどん,そのなんか国の組織にあの廃棄されるというか処分される、まあ、メ,そのメディアに検閲が入るっていう世界観で、まあ、戦うその自衛隊員みたいな図書,図書を守る自衛隊員みたいな人たちのお話なんですけど結構ラブコメ色が多めのね。その話も そのなんか結構深いなーっていうところとか人間関係の模様が面白いなーっていうふうになってなんで昔はあの自分自身に大之助に刺さらなかったんだろうっていうふうにあの思った本があったんですけどみたいなふうに僕たちは自分のの年齢ととかかかか生きるるるステージとかによよってもあのその本が刺さるかどうかは変わるわけなんですよね例えば大人になって一人暮らしし始めたら食生活とか睡眠とか健康関係の本に皆さん興味が湧くかもしれないわけなんですよね。で あのまあ、さっきお話した通りそたなんり人それぞれそのなんか生活スタイルとか考え方とか違うんだから。 そのの人ががおすすめしててくれるる本が自分に刺さかかどうかっていうっいは完全別問題なんですよね僕も実際メンタリスト d a i さんが紹介してくれる本をああのまあ、結構読んでるつもりなんですけどその中でやっぱ半分ぐらいはねなんかあの思ってたのと違うなだったりこの辺ちょっと難解すぎるなってあのファストスローだったりとかあとは何かな何がきつかったかなゲームフィケーションの本とかああのまあ、すいません,何言,ん,かかん何言ってんのか分かんないかもしれないですけどそのなんか仕事をゲーム化するみたいな感じのあの考え方の本とかね あの全然言ってることとかあの書いてることが難解すぎて理解できなかったんですよね、まあ、みたいなふうに人それぞれそのなんか自分の,あのまあレベルというか適正の本があるから。 もちろん難解な本が読めるの越したことはないけどいきなりその上級者の人たちと同じところに立とうとするっていうのは背伸びしすぎるっていうのはよくないですよと一歩一歩階段を上ってってその高いあの背伸びをして高い視点を目指そうとするんじゃなくて階段を一歩一歩上っていくことが重要なんだよって話したんですよね。でその 良い本を探すの時間の無駄っていう風に僕言ったんですけどもうとりあえずいろんな自分があれこれ面白そうだなっていう風なタイトルとか表紙とかを見てそういう本を読んで実際にその目次とか実際に読んでみて「いやこれ良かったな」とか「いやこれそうでもなかったな」みたいなにあにどんどん,なんか判断していきましょうって。そのなんか最高の一冊と出会うために そのなんかネットとかでレビューとかを調べる時間があるんだったら1冊でも本読みましょうって話なんですよね。で良い本と出会えたらラッキーで悪い本を見つけた時、まあ、説明が下手くそだったりとか,なんか何言ってんのか分からないやみたいなことばっかり知り滅裂な文章とか書いてる本と出会ったら自分だったらこうこうこういう風に説明するのにこう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 いう言い方をするのになみたいなにそのなんに反面教室として学ぶこともできるんですよね。だかからら結局人人っていううのは、まあそのあのまあ、人間関係でもそうなんですけど相手から 自分の考え方とかあの受け取り方次第ででででいくらでも成長すするることができるんですよね例えばそのなんか自分がなりたくないなっていうような老害だったりとかあのタバコ吸っててアルコール大好きでギャンブル大好きでみたいな大人見た時にこいつから何も学べないなっていう風に思うのは簡単なんですけどというよりも。 そのこううううやっってて周りに嫌われるる人間ってどういう特徴があるんだろう努力しない自分を正当化する人間ってどういうことを日頃からやってるんだろうっていうふうに思ったらやっぱこういうことを日頃からやってるんだなみたいな風に学べることってたくさんあるわけなんですよね、まあ、だからそのなんか、まあ、さっきは人,の人を例として出しましたけど同じ風に本もそのたとえ自分の中に刺さらなかったとしても何が刺さらなかったんだろう自分には何の知識が足りないんだろうとかこの本の著者は何を言いたかったんだろうあの この著者の説明で何が不足しているからあの読者は分かりにくいと感じたんだろうみたいな風にいろいろ視点を切り替えてあの考えることによってむしろ自分の糧にすることができますよって話なんですよね。まあ、だから、 その良い本を探してそのなんかネットでレビューを,さをなんか調べまくるっていうのも非常に無駄なんだよということを覚えていてくださいって話したんですよ、まあ、だから読書の勘違いでそもそも僕たち素人っていうのは最初から最後までそしてできるだけたくさんの本を速読でそしてあの無駄な本と出会わないために何つったらいいのかなネットでレビューとか調べまくったら要するに完璧主義になってるわけなんですよね。 その一歩も踏み出したことのない人間っていうのはやっぱり完璧を求めて失敗したくないっていうふうに思ってるから完璧に準備しようとして結局何も行動せず今に至るって話なんですよね完璧とは程遠い人生を体験してるわけじゃないですかだからそのやっぱ成長してる人たちとか上に行ってる人たちっていうのはとりあえず行動して後から修正の考え方が非常に多いわけなんですよねじゃないと行動できなくなっちゃうからだから僕たちも彼らを真似してそのなんか本を読むことについてもそんな完璧主義にならなくていいんだよとい肘張らなくていいんだよと。 あの簡単なところから絵本とかからでもいいから少しずつ読んでいきましょうねということをまずは覚えていきましょうって話なんですよね。そしてまあいよいよ本題に入っていくわけなんですけど効率的読書術の中でも読書効率を高める本を読む前にやった方がいいことやるべきことについてお話ししていきます。 まず上からっす、ね、しおりを作るって話なんですけど <laughs> いやいやいや,いやなんで読書効率でしおりを自作しなきゃいけないのとしおりを用意しようだったらまだその自分の家にあるやつとか小学生の頃にあのなんかプラ板みたいなやつで作ったやつがあるけどあの何で自分でしおり作らなきゃいけないのっていうふうに思うじゃないですか。というのもどういうふうにするのかというとまああの白いノートの切れ端とかをちぎってでもいいんですけど。 僕はめちゃくちゃ小さいメモ帳をあのちぎってその中にあの、まあ、自分でいろいろ書くんですよね。というのも自分はなぜその本を読みたいと思ったのかその本からどういう情報を得たいのかそしてその本で得た知識で日常生活にどういうふうに還元したいのか役立てたいのか自分や自分の家族や自分の友人たちにこの知識をどういうふうに紹介したいのかっていうのを というような主に3つをそのな,んかなぜその本を読もうと思ったのかどういう風に生活を還元したいと思ったのかその,情報その本からどういう情報を得たいのかっていうのを箇条書きで書い,て書いたしおりを作ってみましょうって話なんですよね。で例えば皆さんが睡眠の質を高める方法を知りあの睡眠に関する本を読もうとした時に。 あの、睡眠にかの質を高める方法を知りたいだったりとか、自分の親父が最近ちょっと不眠症で悩んでいるから、なんか睡眠に関する知識を手に入れて、ちょっと親父に話してみようかな、みたいな風に、その本で自分は何をしたいのか、日常生活にどう役立てたいのかっていうのを、あらかじめ書いておく、目的を決めておくことによって、例えば本読んでた時、誰だってモチベーションが低下するとき、集中力が低下するときありますよね。ただ、そのしおりに挟んでいる自分のオリジナルのしおりを見ることによって、そうだ、自分は、あの、この本から、 その睡眠の質を高める方法を学んできちんと情報を入手して自分の睡眠の質を高めたりとか親父が困っているからその親父の役に立つような情報を手に入れるんだっていうふうに思ったらそのやる気を復活させることができるわけなんですよね。っていうふうにモチベーションの維持に役立ちますと自作のしおりを作ることそしてもう一つメリットがあって人間の脳っていうのはそのあらかじめあの潜在意識でその自分が欲しい情報を探す性質があるんですよね。だからそのしおりを作って自分は どういう情報を手に入れたのか、さっきの例で言ったら睡眠の質を高める方法を知りたいっていうふうにあらかじめ決めてたわけじゃないですか。だったら本を読んでるうちに、その本の中から睡眠の質を高める方法ってどういうのがあるのっていうクエスチョンに対しての答えを無意識に探すようになるわけなんですよね。だから自然と 答えが頭の中にあの入りやすくなるわけなんですよ。という風に読書効率を高めることにもつながる読書を読むペースを維持することもできるしそして読書の記憶能力を高めることができるっていうのもあるので自作のしおりを作のおをること非常におす,すめなんですよねだから皆さんこれあの専門用語であのメンタルマップだったかな っていうような、まあそういう専門用語とか覚えなくていいんですけど、しおりを作るっていうこと、結構おすすめなんですよということを覚えておいてください。そして他にも、その、読書効率を高める事前準備としては、好奇心を刺激するっていうのが重要なんですよね。で、例えば皆さんが本を読むときに、 その本の本ジャンルで自分ののすすすででにに知知っってていいいることと知らないことととらななを紙に書き出すっていうのが重要なんですよね自分はどこまで知っててなど何を知らないのかっていうのが読む前に明確になってると人間で足りない部分を埋めたがる性質があるので例えばザイガル肉効果っていう心理効果なんですけどドラマとかアニメの次回予告見た時にうわ続き気になるっていうふうになるじゃないですかとか友達となんてことない話をしてたらその続きであごめんちょっと授業あのチャイム鳴ったわとか,あのなんか仕事の休憩時間終わるわっていうふうになった時にうわあの話の続き気になる ななななっていいううような気分になるじゃないですか僕たちはその区切りの悪いところで終わったものに対してもののすすごいそのなななんんか続きがが気にるる性質があるわけなんですよね、まあ、だから同じように僕たちもそのその本を読むときその本のジャンルをについて調べる時に何について知ってて何について知らないのかっていうのをちゃんと具体的に明確にすることによってうわこれ知らないこれってどうなってるんだろう知りたいっていうふうにその続きを知りたくなるようなそういう気持ちをモチベーションをかき立たせることができるわけなんですよね。 で、紙に書き出すのめんどくさいっていう方々はあの僕が今お見せしてるみたいなこれ Xmind っていうあのマインドマップのアプリなんですけど無料で使えるみたいな風に無料マインドマップアプリとかでもいいからその 本を読むときにこの本の知りたいこととか自分がすでに知っていることっていうのを過剰書きにしてみるとかスマホのメモ,欄でもメ,モメモ帳でもいいから書き出してみることによってそのの読書の効率を高めるることがでできるわけなんですよね。でまあ、今概念の話されてもちょっと思い浮かびにくいなイメージつかみにくいなっていうふうに思ったかもしれないですけどまた例えば睡眠に関する本を皆さんが読もうとした場合を例に挙げてみましょう。 例えば皆さんが睡眠についてあ睡眠の本を読みたいというふうになった時に睡眠について何してますかっていうふうに言われた時になんか寝る子は育つって言葉もあるしたくさん寝た方が健康にいいらしいっていうのを聞いたことあるなとその、夜更かしはそのなんか美容の大敵みたいな言葉もあるよなと。 だからたくさん寝た方が健康にいいっていうのは聞いたことあるしその睡眠不足になるとメンタルが荒れたりとかそのなんだろう,そのうつ病になりやすくなるみたいな話聞いたことあるなーっていう風なことは聞いたことあるけど具体的にその健康のために毎日何時間寝たらいいのかってわからないなーって話だったりなんかたくさん寝た方が頭が良くなるらしいって話聞いたことあるなーとか。 あのなんか大之助は別の動画でそのなんかあのミリオネ屋とかお金持ちの人たちとか賢い人たちって毎日最低7時間は寝てるみたいなこと言ってたなじゃあそれぐらい睡眠って大事なのかってけどじゃあそのテスト前の徹夜って意味がないのとか毎日結局何時間寝た方がいいのとか昼寝した方がいいのとかその辺とかよく分かってないなみたいな話だったりとか。 あ,あとはなんかショートスリーパーとかロングスリーパーとかあるけどそれの判断方法を何とかその結局僕たちはショートスリーパーロングスリーパーになれるのみたいな話だったりとか他にもなんか脂っこいものたくさん食べてたら睡眠の質が低下するらしいとその胃もたれするみたいなこととかもあるからまあだから食生活気をつけないといけないなっていうのは聞いたことあるけどでは具体的に日頃何食べたらいいのとか寝る何時間前までにまああのアルコールだったりとか食事とか終わらせた方がいいのとかなんかお酒って百薬の腸だったりとかあの お酒を飲むことによってなんか眠気を誘うからお酒って睡眠にいいんじゃないのっていうふうに思うけどお酒睡眠に悪いみたいな話も聞いたことあってじゃあ結局睡眠睡眠にとってお酒とかお酒って良いの悪いのみたいなこととかあの分からないなーっていうふうに自分の中で自問自答したいとか他にもあの朝太陽の光を浴びること健康に重要っていうふうに聞きますけどなんなら睡眠にも重要って話聞いたことあるなとただ なんで太陽の光を浴びたら夜ぐっすり眠れるようになるのかとか他にも太陽の光を浴びる以外にどういう行動をしたら睡眠の質を高めることができるのとか理解できてないなーっていうふうに思ったりとかっていうふうに今この僕がお見せしてるマインドマップみたいにその本を読む前に自分がそのジャンルについて知ってること知らないことっていうのを書き出してみるとじゃあ その太陽の光を浴びた夜眠れるらしいそれなぜって言うと例えば太陽の光を浴びることによって幸せホルモンのセロトニンが分泌されてあと体内時計がリセットされて人間は太陽の光を浴びた16時間後にあの自然に眠気を感じるように体が作られてるわけなんですよねだから朝早くから日光を浴びることって重要なんですけどとか他にもセロトニン幸せホルモンを出すためにあの軽く散歩するだったりとかよく噛んで食べるとかも重要なんですよねみたいなこととかそのお酒は 飲むことによって有害物質のアセトアルデヒドを分泌させてその有害物質を分,泌あの分解するためにあの体のリソースをたくさんフル動員しなきゃいけないから寝てる間に脳内の疲労物質を除去するはずだったリソースがそのお酒の分解に使われて睡眠の質が浅くなってしまうからお酒は飲んだらいけないんだよみたいな情報だったりとかを効率的に記憶に残すことができるわけなんですよね。睡、ま、睡、あ、睡眠眠眠ののののメリリットトとか睡眠の質をを高めるる方法にについいててはあの概要欄に睡眠のプレイリストを作ってるのでそちらの方ぜひ ご覧いいたただきたいって感じなんですけどみたいな風にその読もうとしてる本のジャンルで既に知っていることと知らないことを紙に書き出すことによってさっきお話ししたように脳が勝手に無意識に答えを探してくれるようになったりとかあこれ知らないわこれは知ってるわちょっと答え気になるなっていうような気持ちにさせることができるわけなんですよね人間は三大欲求の他にも知識欲好奇心っていうのがあるからその好奇心を存分に活用していきましょうって話なんですよねでさらに、まあ、裏技なんですけど好奇心刺激する方法として その本だけじゃなくてあのなんだろう自分の好きな漫画とかアニメを見ることとかも効果的なんですよね。その自分が本を読む前に自分の好きなジャンル例えばそのアイドルの追っかけしてるんだったらそのアイドルの最新情報を調べるだったりとか自分の好きなあの漫画とかアニメをちょこっと見てみるとかも効果的なんですけど,、まあ、けど一つ注意点としてその自分の好きなものを、まあ、読書以外の好きなものを見たらついついスマホ中毒になっちゃったりとか読書そっちのけになっちゃったりとかする可能性があるからそこにはね注意が必要なんですけど。っていうのも 好奇心刺激すするると読書効率と記憶力高まるんですよねだからもちろん勉強効率のためにも好奇心刺激することって効果的なんですけどそれなぜかっていうと脳の構造も深く関わってるわけなんですよね僕たちの好奇心をつかさどる脳の部位って報酬系っていうんですけどドーパミンを分泌させるとこなんですけどその報酬系と気をつこ記憶をつかさどる脳の部位の会話って非常に隣接した場所にあるわけなんですよね だから、報酬系が活性化すると、隣接している会話も活性化されて、記憶力も高まるわけなんですよ。だから、好きこそものの上手になるって言葉ありますよね。僕たちは好きなこと、好奇心を発揮している物事に対しては、記憶力も一時的に高まってるから、だから僕たちはいやいや人にやらされていることよりも、自分が興味を持って好奇心を持って取り組んでいるものの方が、学習速度さあのなが早いんだよっていう話なんですけど、 だからこそ好奇心を刺激することあの日頃から好奇心を持っていろんな物事に取り組むことって重要なんですよねだから本を読む前に自分の好奇心を刺激することは重要なんですよなので具体的にどういうことしたらいいのかというとそのなんか本を読む前にその本のジャンルについて詳しく書き出すというのもいいけど気になる漫画やアニメなどに対して少し触れて好奇心を刺激するっていうのも読書効率を高めるためにできる効果的な戦略なんですよね そして次に読書前にやった方がいいことについて目次を見るというテクニックがおすすめですというのも皆さんあの序盤でお話ししたように本読む時目次を飛ばしていきなり最初のページから読もうとしてませんかもちろん別にそれでもいいんですけどとりあえず手をつけて読めること大事だからねただまずおすすめなのがその目次本の目次を見てざっと目を通して この本はどういうことを伝えたいいのか、どういう文章構成というかどういう構成で僕たちに何を伝えたいのかっていうのをとかなあのそれぞれ章ごとに細かいトピックとかもあるじゃないですかその辺とかを見てたら例えば睡眠の中でも第1章はその睡眠のメリットなぜ人間は睡眠が必要なのかっていうことについて言及してて第2章で。 睡眠の質を高める日頃の生活習慣について書いててで第3章で睡眠中にあの発生している脳内での,そのなんか出来事というかメカニズムというかその脳の構造だったりとかっていう話をしているなみたいな風にそにそれぞれの章で何が書いてるのかっていうのを把握したら。 そ,そのあと実際に本文を読み進めるときに「あ今第2章のここを読んでるから睡眠の質を高める具体的な方法として運動日頃から運動するのがいいよ」っていうところを読んでるんだなみたいなふうにその僕が今マインドマップでいろいろ情報をお話ししてるじゃないですかみたいなふうに自分の脳内で情報を整理することができてそのなんか断片的な記憶じゃなくて睡眠例えば睡眠というジャンルに限れば睡眠の質を高める方法と睡眠のメリット という,ふうに枝分かりして情報を細かく細分化して整理することができるようになるわけなんですよね。というふうにあらかじめ目次を見ることによって本の全体像を把握することができるわけなんですよ。そしてて、まあ、本は最最初から最後ままで丁寧に読まなくてもいいんというふうに僕はお伝えしたと思うんですけど目次を見て自分の知りたい正体を読むこともできるわけなんですよね。というのも まあそもそも自分の好きな章だけ見ようというふうに思ったら読書に対する一歩目の心理的ハードルを下げることができるわけなんですよね。まあ,あ完璧主義になるからそ結局一冊も読まないということに僕たちなってるかもしれないですけどとりあえず知りたい章だけを読んでみるということから始めてみましょう。であのさっきの好奇心の話と関わってくるんですけど最初から最後まで丁寧に読もうとしたりとか自分の興味のない章まで読もうとしたところで好奇心活性化してなかったら読んでも結局頭にあんま入れないわけなんですよね。そして 自分が興味が持たない賞とかっていうのはそもそも自分の既に知っている情報の可能性が高い新しい発見や知見を得ることが少ないあのわけなんですよね自分がこの章について飛ば,し飛ばそうというふうに思ったのはあもうその辺は知ってるからとかその辺興味ない,ないからっていうふうに思ってる可能性が高いわけなんですよだからそんなところに自分の労力とか時間とかを費やすのやりましょうって話なんですよねもしくはそのなんか目次を見てうわこれこの章は別にいいかなっていうふうに思うということは あのなんか自分がすでに知っている以外にも,もうそもそも専門知識はな,な,なさすぎてなんか目次の時点で何言ってるのか分からないというようにまだ自分にはハードルがあのまだ自分には早すぎるなとハードルが高すぎるなっていう章の,の可能性もあるわけなんですよねだから自分の知りたい章だけを読むっていうのがいいんですよって話なんですよそしてあの結局 もう一個おまけでいいことがあって、その一部の章だけ、自分の知りたい章だけ読んだら、結局全部読みたくなるわけなんですよね。人間の脳は隙間を埋めたくなる性質があるから、その第一章の睡眠のメリットと、第三章の その睡眠中の人間の脳内の構造についてのところを読んだら第2章の「睡眠の質を高めるために日頃何したらいいのか」というところを結局気になるなっていうふうに思ってあの結局読んじゃうわけなんですよねっていうふうに人間の好奇心とかそのなんかあのこのあとどうなるんだろうっていうところとかその気になるという感情を刺激してなんだかんだ全部読むことができる可能性を高めるからその最初から投資で読もうとして挫折するよりも。 好奇心を刺激しながら結局全部を読むことができる可能性を高めるという意味じゃ目次を見て自分の知りたい章だけ読むという読み方非常に効果的なんですよねだから皆さんも本を読む前はまずは目次を見るということをやってみましょうって話なんですよねそしてその次読書効率を高める事前準備でおすすめな方法があの著者の略歴を見るって方法なんですよちょっと一旦見つみますねというのも皆さんその小説とか絵本とかもそうなんですけど その本読む前にここの本の本著者っっっててどんんんななな人間なんだろうって気になったことありません僕はその最近でこそ本読む前にその目次みたいとか著者の略歴を見るようにしてるわけなんですけど無意識に見るようになったんですけどというか気になるわけなんですよ。この本を書いた人ってどんな人なのかなって気になるようになったんですけど読書を始めた頃二十歳の頃とかはなんでそんなの見なきゃいけないのとただしさえ読書苦痛なのにそんな回り道とかしたくねえよというふうに僕思ってたんですけどただ。 やっぱりその著者の略歴を見ることによってあのこの本を書いた人の人物像を深く思い描くことによってあの著者との対話を意識したいとかこの人は自分に何を伝えたいのかなっていうふうに思ってあのその本自体に興味ををくくこことと好奇心を抱くことがでできるわけなんですよねその著者は何歳なのかどこで育ったのか日本なのか海外なのか自分と同じような地方で育ったのかとか。 これまでで何を学んできたのかどういう学歴とかどういう社会経験があるかどういう企業に勤めているのかとか,あのなんかどういう会社を経営しているのかだったりとかそしてこの人はこれまでどういう人生経験があった例えばそのあの幼少期ネグレクトだったり DV だったりとか家がご極貧家庭だったとかむしろ逆にすごいエリート一家でなんかこういう教育を受けてこういう良い大学に出ましたみたいなこととかがあったら多分この人にはこういうバイアス思い,思い込みとか潜在意識があったりとか例えばそのなんか。 厳しい生活を送ったけどそれを反骨精神として成功したっていうあの人は多分最後まで諦めるな的な精神を僕たちに伝えたいんだろうなみたいな風にその言う前からある程度その人のメッセージ性とかを予測することができるわけなんですよね、まあ、だからそうなんだろう本を読んでて小説とか絵本とかでもそうなんですけどなんでこんな登場人物こんなセリフさせんのとかこんな行動させんのっていう風に思ったとしても著者の行動を知ることによって多分まあ結局。 あのまあ、英語のことわざでも猫は自分の毛皮しか与えることができないっていう人間はあの自分の知っていることしか伝えられないわけなんですよねだからあの、まあ、僕たちはそのあの自分の人生経験とか学んだことしか伝えらられないから伝えることができないからそのなんか本の中で伝えていることっていうのはその著者本人が学んんでできたことなんですよねだから本を読んでてわからないことがあったらあ多分著者としてあの なんかこうこうこういうメッセージがあってこういう文章を選んだろうなだからこの文章は多分こういう意味なんだろうなっていう風にあのな書いてるるる内容を補足したととか推察することができるようになったりとかすするわけなんですよねだから、まあ、特に小説とかでもあのおすすめなんですけど著者の略歴を見ることってその本の没入体験とかその本のを通して著者が何を伝えたいのかっていう風に興味を持たせることとかができるから著者の略歴を見るのってあの結構おすすめなんですよね。 であのまあ完全に余談なんですけどビジネス系の本とかなんか SNS マーケティングとかそういう関係の本を読んでるあの書いてる人として大抵ななんか4つとか5つぐらいあのなんか会社運営してる人とかが多いですね、まあだからな。株式会社社なんとか取締役社長 剣何とかの代表みたいな風に、そにやっぱ自分は権威のある人間だぞっていう風にだから自分の話を聞く価値があるんだよっていう風に人間の心理的欲求に訴求したその略歴を書く人たち多いなっていう風に、あにそういう風にそういう風なちょっと変わった楽しみ方も僕してますね。まあ、何せよ著書の略歴を見るっていうのも読書効率を高めるおすすめの方法ですね。そししてて、読書効率を高めめるおすすめの事前準備として あ,のあらかじめ要約動画を見るっていうのもおすすすめなんですよね例えば有名どころで言うと、YouTube、でオオリエンタルラジのの中田子さんの大学とかありますよねそもそも本を読むのってハードルが高いから僕たち読むのに時間かかってるし最初の一歩が遅いじゃないですかただその本について要約だったりとか詳しく解説してくれている動画を見ることによって話を聞き流すことによって専門用語に対する嫌悪感を減らすことができたりとか。 その内容を通してまあ織田中の中田さんとか面白おかしくその本で伝えたい内容を僕たちに言ってくれてるわけなんですよ。で自分で実際に読んでみてあ,あの,ああの中田敦子さんがこうこうこういう話って言ってたなあそれって実際に読んでみたらこういうこういう風な文章というかそのなんか文章構成というか喋り方なんだみたいな風に何回もそのなんかまあ その真剣ゼミであこれ真剣ゼミでやったところだみたいなシーンとかあるじゃないですかみたいな風にその1回学んだ情報をもう1回その学習するからあの情報が頭に入りやすいんですよね。というのも人間の脳っていうのは何度も思い出すことで記憶が強化されるわけなんですよね。というのもその山道と小,小屋の山道みたいなもんなんですよ。その なんか普通の獣道って何回も人がああの往復することによってその獣道が踏みしだかれて輪だちとなってそのなんか道ができるわけじゃないですかみたいな風にあの人間の脳っていうのはたくさんの情報を処理しすぎ処理しまくってるから脳がオーバーヒートしないようにいろんな情報を忘れるように進化してきたわけなんですよね、うん、だからこそ何回も思い出そうとすることによって 僕たちの脳みそはあれこれ何回も思い出すってことは生存に重要な情報めちゃくちゃ貴重な情報なんじゃねっていう風に脳が錯覚して何かも思い出すことを長期記憶に定着させようとするわけなんですよだから徹夜で物事をあの一夜づけしよようとと思ったらら記憶に残ななないいののは脳の構造上仕方がないことなんですよねだから一日1分でもいいから一日10分でもいいから勉強することって重要なんですけど。 みたいな風にあらかじめその要約動画を見て内容を知ってそして本を読んで復習することによって何回もあこの内容ってこういうことだったなっていう風に思い出すことによって知識をよりあの長期記憶に定着させることができるわけなんですよね。だから 本をををに抵抗感を減らすため、要約動画を見るあの、音声学習で聞き流すっていうことをおすすめなんですよね。というのもオリエンタルラジオの中田敦子さんの本の要約動画以外にもオーディオブックで音声学習することもおすすめなんですよ。例えばアマゾンだったらオーディブルっていう、まあ、本の読み聞かせアプリとかありますよね。小説だったりとか実用書とかを解説してくれるそん,そんなオーディオブックた例えば、まあまあ、毎月1000円から2000円程度でいろんなオーディオブックのアプリとかあるんですけど。 僕の知ってるオーディオブックっていうその会社の,あのオーディオブック音声学習アプリは毎月700円とかでいろんな本を聞き放題だから結構あれいいんじゃないのかなっていう風に思うんですけどそのオーディオブックであらかじめその本を耳で聞き流しておいてその後自分で読んでみるっていうのもおすすめですねであの一回その音,音声学習で本の内容を知っ,て知ってるのに紙の本で読み直す意味あるのかっていう風に思いますよねただ さっきお話ししたように何度も思い出すことにもなるし、耳で学習したときと本で読むときって、そのなんか聴覚と視覚それぞれ別の感覚からアプローチするから、より情報を立体的に覚えやすくなるわけなんですよね。ポスターをそののよポスターを壁にあの止めるときにピン1個で、あの一箇所だけ止めるよりも四隅を4箇所止める方が断然安定しますよねみたいなふうに記憶を 保持するのにやっぱりいろんなアプローチで学ぶことの方が記憶力の強化にはつながるわけなんですよね。で自分が本を読紙の本を読むときにはさっと読み,なあの読み飛ばしていたところも音声学習で読み上げる時にあこれってこういう意味だったんだとかこの単語ってこういう発音だったんだみたいなふうにあの意外な発見とかもあるわけなんですよ。だから音声学習で本の内容を読み聞かせして学んだあとにもう一回自分で紙の本で読んでみるっていうのも非常におすすめなんですよね。 そしてその逆でその本を読む前にようやく動画とか音声学習で学ぶのもありなんですけど紙の本を読んだ後に音声学習するのもめちゃくちゃ効果的なんだよということまあ要するにその型にとらわれずにそのあらかじめ情報を予習しておくっていうことも読書効率を高める上で読書の内容を頭の中に入れる上で非常に重要なんだよということを覚えておいてください特に時間のない方々からしたらようやく動画を見るっていうのは家事だったりとかその食器洗いとか。 通勤通学の時間とかを有効活用できるからこういうその耳で学習するっていうのは非常にいいんじゃないのかなっていうふうに思いますねそしていよいよその本題になります効率的読書術本の読み方について解説していきますまあ,あの6個ぐらいあるんですけどまあ,あの僕全部使ってるわけなんですけどあの皆さんもできることからできること1個だけから是非始めてみてほしいなっていうふうに思いますまず1個目が予測読みっすね どんな読み方かっていうとその「目次を見る」っていうのを僕最初にお伝えしたと思うんですけど本ををを読む前に目次を見て、そのの章がどんんななな内容なのかを予想すするわけなんですよね。例えば睡眠に関する本を読んでて第1章で「睡眠のなぜ睡眠は大事なのか」っていうふうなタイトルがあったとしたら「なぜ睡眠が大事なのか」っていうのを自分なりに考えてみるわけなんですよね。というのも例えば猿とかクジラとかイルカとかなんか。 あの脳機能が高い生物脳が発達している生物ほど睡眠時間が長いっていうような話聞いたことあるなとかだから知能が高い生物はちゃんと寝ないと脳が回復しないんだろうなとかそのなんかあのちゃんと寝ることによって成長ホルモンが分泌されてアンチエイジングになるっていうふうに聞いたことがあるからその体の見た目を若くするためにも健康のためにも。 その睡眠をとることって重要ななんだろうなみたいな風に自分の頭の中で仮説というか予想を立てたらその予想を今皆さんにお見せしているこのマインドマップとかあのなんかメモ帳とかにまとめるわけなんですよね。で実際読んでみてそのなんかその第一章のほあの睡眠のメリットについて読んでみてなんで睡眠が大事なのかっていうのを読んでたらやっぱりそのメンタルが安定するだったりとかその睡眠不足になるとそのなんか。 他人の気持ちを察する共感能力が低下したりとか他人の笑顔が自分に対して敵意を向けてる顔にあのなんか錯覚してしまったりとかっていう風になるわけなんですよね。僕たちもうっかり徹夜してしまった翌日その家族と何でもないこといつもだったら何でもないようなことで喧嘩しちゃったりすることとかありますよね。特にスマートフォンでゆっかり徹夜しち,しちゃったみたいなことがあったら。 っていうのも、人間の本能的に睡眠時間が,が足りなくなるということは周りに敵ばかりがいるということだからずっと警戒し続けろっていうふうに脳が錯覚してしまってそのんだろう周りといがみ合ったりとかつい攻撃的な性格に変わってしまうわけなんですよね。 っていうメカニズムとかかもあるから僕たち人間は睡眠不足になるとメンタルが荒れてその人間関係が悪化しやすいからちゃんと寝ましょうよっていうようなこととかが睡あのなんか本の中に書いてあったらあじゃあやっぱり自分の予想正しかったんだなみたいな風に自分の予想が正しかったらやっぱり自分天才じゃんっていう風に思ってあの、まあ、皆さん僕みたいにそんな単純じゃないかもしれないですけどあのあや,っぱじやっぱ自分の予想終わってたわ自分天才だっていう風になってモチベーションを高めることができたりむしろ逆に間違ってた場合は。 そのあの本を読んでて自分はこういうことが何だろう正しいと思ってたけど間違ってるんだなあこういうことがあるんだって例えばその、まあ、睡眠の話とは違いますけどその頭を良くするためには運動した方がいいんですよね。というのもその、まあ、特に脚力を鍛えると IQ と相関があるというふうに言われていてその太ももとか足は第二の心臓っていうふうに言われてるんですよ。 脚力を鍛えることによって脳内に送る血液量とか栄養を増やすことができるから、脳がその分発達したりとか、その頭の回転を高めたりとか集中力鍛えたりとかできるわけなんですよね。だから僕今喋ってるのもスタンディングデスクの前にスマホを置いて喋ってるんですけど、その立った状態で仕事すると集中力とか生産性とか記憶力めちゃくちゃ上がるわけなんですよね。10%ぐらい上がるんじゃなかったかなみたいな風に運動しながら勉強するとか、その、 日頃から運動することとかって頭が良くなることにつながるわけなんですよだから分布両道っていう言葉もありますけどその運動もスポーツもできあの,あのスポーツも勉強もできるやつなんでこんな何でもできるやついるんだ羨ましいっていう風うに思うかもしれないですけど逆に言ったらスポーツしているからこそ地頭が鍛えられて勉強も効率的にできるっつうわけなんですよねまあ気分転換もできるっていうのもあるしね っていうのもあるからその勉強効率には実は実運動が重要なんですよみたいなジョン・レイティさんのを鍛えるには運動をするしかないっていう良い本があるんですけどみたいな風に自分の予想と外れていることがあったらそのあこれんだろう自分の予想と違ったっていうような驚きの体験がより長期記憶に情報を定着させやすくなるわけなんですよね。 で人間の脳は退屈を嫌うから強制的にこの,この本のこの章に書いてある内容でどういうことだろうっていうふうに自分の頭で考えたりとか自分の予想が外れたという驚きの体験が驚きの感情が僕たちに効率的な記憶効率あの記憶力をあのなんか引き出してくれるわけなんですよね。 まあだから、人間の退屈気やるんだから、集中力が続きにくい学校の勉強方法である、そのなんか、ずっと座って人の話を聞くなんていう退屈な勉強方法なんて非常に理にかなってない、その人間の脳の構造と真逆の方法、真逆の方向行く勉強方法なんですよね。だから、その学校の方々、学校の教育委員会の方々もっとその脳の構造とかについて勉強した方がいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、教育者が、そのなんか、 そのなんか脳の構造とかの教育というか勉強してないなんていかがなものかっていうふうに僕は個人的に思うんですけどまあ何せそんな話はさておきとりあえず本を読むときはその目次を見てこの章にはこういう内容があるんだろうなっていうふうに予測してその答え合わせをするという感覚で本を読むということ非常に重要なんですよということを覚えておいてくださいそしてその次に効果的な読書方法としてつなげ読みというテクニックを紹介します というのも、つなぎ読みは自分のすでに持っている知識、経験と本の内容をつなげるということですね。例えば、あの、今読んでる本と、他の本、今まで読んできた本とか漫画とか小説とか、そして小学校の時の授業で習ったこととかと、今読んでる本をつなげるっていう話ですね。 例えばそのまた睡眠に関する話なんですけどその睡眠って重要なんだよっていうのを皆さんが読んであの今読んでる本で学んだとしてじゃあやっぱ高校の授業で習ったら寝る子は育てて話って本当だったんだとか,あのなんか国語の四字熟語で「使徒娯楽」とか「警察の子」っていうその 死と楽で 4, 4は当たって5は落ちるっていうそのなんか4時間睡眠で勉強寝る間も惜しんで勉強する人たちは合格して5時間睡眠の人たちは落ちるとか「警察の号」ってその夜の蛍の光とか月明かりに反射する雪の光でそのなんか夜遅くまで勉強する人たちは報われるみたいな言葉とかあるけどあれ科学的に見たら間違いなんだみたいな話だったりとか他にもそのなんかあのこれもさっき序盤お話しした話なんですけどなんか論文で。 その毎日あのお金持ちたちで毎日最低7時間睡眠とってるとだから睡眠時間って重要なんだなっていうような話だったりとかあの、まあ、今読んでる内容とこれまで学んだ情報をつなげるっていうことをあつなげるとあ何だろう点と点がつながるっていうそのなんかスティーブ・ジョブズさんも。 あの be っていう考え方を教えてくれてるわけなんですけどなんか一つの物事に集中しろと。でその物事に集中してその時に手に入れた知識とか経験とかっていうのが他の分野に集中した時にあの自分の知識とか経験としてデータベースがどんどん蓄積されてって。 それらその今まで努力してきた点と点がつながって一つの線になるとだからそのなんかお金にならなくても完全に趣味でもいいから自分の没頭できることに費やしなさい自分の好きなことを追求しなさいっていうような言葉残してるわけなんですよねみたいなふうにその僕たちが日頃なんか漫画だったりとかその学校の教科書の授業だったりとか適当に聞き流すということとかも。 あのちゃんと一生懸命頭の中に入れてることによって不意にその自分の日常体験とかその日々の経験と今まで読んだ本とそして今読んでる本がつながることとかあるわけなんですよね。でまあそんなバカなっていう風に思うかもしれないですけど僕もねその読書にはまった理由はこれなんですよね。あ本を読むこと知識手に入れることで楽しいじゃんと勉強めんどくせえっていう風に思ってたけどその本を読んでそれを実践して生活がこんなに役立つとか今まで学んだ情報をその学校の授業でなんとなく習っていたその 例えばあの花火ってそのなんかいろんな緑色とか赤色とかありますよねこれってその炎色反応って理科の授業で習ったじゃないですかそのマンガンとか鉄とかいろんなものが燃える時にそのなんかその分,分子構造とかによってそのなんか燃える量が変わるわけなんですよね。 っっっててていいううそののの色色反応で花火の色変わってるんだっていうのを僕東野圭吾さんの小説の「ガリレオ」シリーズで学んだわけなんですけどみたいな風にあ「あ日常生活とか学校の本で習,んだあの習った情報ってこれとリンクしてたんだ」みたいな風に思ったりとかしたら非常に何か日々の生活に彩りが生まれるというか面白くなったりとかするわけなんですよね。だから まずはそして他にもちょっとフライングでお話ししちゃったんですけど自分の経験とつなげるということ例えば睡眠に関する本を読んでてそのなんか脂っこいものを寝る直前とか日頃から食べてたらあの、まあ、寝る直前に脂っこいものを食べてたら睡眠の質が低下するしそして日頃から脂っこいものをたくさん食べてる人間っていうのは日中眠気を感じやすくなるわけなんですよねというのも僕たちは 食欲を司るホルモンのレプチンとグレリンってあるんですけど、レプチンが食欲を増進させて、グレリンが食欲を抑えるホルモンなんですけど、油をたくさん摂取してたら、この食欲,食欲ホルモンのバランスが崩れるわけなんですよね。その油大量に摂りすぎと、抑えてくれっていう風に、 レプチンとグレリンのバランスが崩れるわけなんですけどレプチンとグレリンのバランスが崩れると日中の覚醒を促すオレキシンという物質の分泌量もバランスが崩れるわけなんですよねその結果どうなるのかというと本来日中覚醒してて集中力が高いはずの,あの昼間ですら眠気を感じてで逆に夜眠る直前、まあ、夜,夜っていうのはその脂っこいものを食べてたら脂っこいものを消化するのに時間かかるわけなんですよねだから夜寝ている間しか脳内の疲労物質は除去されないのに その夜その脳内にたくさんその洗浄液というかあの脳内の疲労物質を除去するために体のリソースを動員しなきゃいけないけどあの脂っこいものを消化するのに体のリソースを使わなきゃいけなくなってその結果睡眠の質が浅くなっちゃいますよみたいな話とかもあるからあっていう話を皆さんが本で読んだとしてああそれで。 自分も夜寝る直前に脂っこいものとかポテトチップスを食べた翌日は頭がボーっとしたんだそれって自分の体でこういうメカニズムが起こっていたんだだったりとか日頃から脂っこいものたくさん食べてるからここ最近日中ボーっとするんだ眠気を感じてるんだみたいな風に自分の人生経験と本の内容をつなげるっていうことをするとより効率的に自分の長期記憶に情報を定着させやすくなるわけなんですよねとか学んでる情報をあの世界情勢とか世界の 起こっていいるるる出来事とつなげるっていう方法もあるわけなんですよね例えば、まあ、あのロシア・ウクライナ戦争とかあり,ありますけどそのロシア・ウクライナが戦争してるっていうのはその世界史だったりとかを学んでみたらその昔から深い因縁があったわけなんですよね。っていうのも、まあ、あの詳しくは端折りますけど ロシアもウクライナもあのお互いが自分の国だった時代があったわけなんですよね。というか、ウクライナはその地政学的に場所的にそのなんだろう。ヨーロッパの他の国々とそのロシアとぶつかる場所だから、そしてそのなんだろう。国会だったかな。そのなんか重要な海の拠点貿易拠点をあの。 抑えている場所だからその非常に領土の奪い合い合がある場所だったんですよねだからヨーロッパの支配権だった時もあったしロシアの支配権だった時もあったしそしてそのウクライナが独立した時代とかもあったわけなんですよねというか今も独立してるわけなんですけどっていうことがあってそのめちゃくちゃ昔は支配されてたけどめそあの結構昔は。 それより手前の,あの昔の時代はウクライナがその今の土地を持っていたっていうところがあるからロシアからしたら奪われた土地一度失った場所をあの奪い返すっていう大義名分もあるしウクライナの人たちからしたらもともとあったうちの土地がいろ,い,ろいろんな国のやつらに奪われたけど最終的に今守ってるのは私たちなんだと国民の誇りを見せてやるっていうふう,ふうなお互いの正義のぶつけ合いで戦争をしているんだっていうあのぶつけ合いで戦争をしているんだっていうことが分かったりするわけなんですよね。とか まあここ最近日本の治安が悪いわけですよねそのなんか岸田首相になんか爆発物を投げ込んだだったりとか安倍元首相を襲撃したみたいな話とかもいろいろあるしあの白昼堂,堂々と銀行強盗をするような事例とかも結構出てきてますよね闇バイトだったりとか。というのも あのやっぱあの政治経済の本とかを読んでたりしたら日本っていうのは30年以上あの経済成長してないずっと横ばいな上にその少子高齢化でその若者たちがお年寄りたちの世話をしなきゃいけないその世話をしなきゃいけないお年寄りたちがどんどん増えてるわけなんですよねだから医療費の不安とかも負担も増えてきたりとかするからその若者たちは そのなんかお金も少ないしその時間も少ないしお年寄りたちの面倒を見なきゃいけないしっていうそのなんか全然自由がないような社会を僕たちは今生きてるわけなんですよね。っていう風になったらそのなんか結局更、まあ、に AI の台頭によってその,その辺の人間の生産性よりも AI の方が圧倒的に高いわけじゃないですか。っていう風になったら。その まああの接客業だったりとか警備だったりとか人間雇うよりも AI とかロボットの方が安上がりだしサボらないし文句言わないし安全だよねってめちゃくちゃメリットあるよねっていう風になったら AI 以下の労働力を持ってる人間はどんどん仕事を奪われていくわけなんですよねっていう風になったらそういう人間は今日本の社会だとベーシックインカムが導入されてないからじゃあ AI に仕事を奪われた人間は死ねって。 っってていいいううのかっていう風にななるじゃないですかであのご飯食べられなくて餓死するぐらいなら闇バイトだったりとか犯罪行為するよねっていう風になるわけなんですよね。っていうかもう自分はそのなんか恋人もいないしあの家族とも疎遠状態だし替えもないしただのもう年取ってる状態でもう自分をこれ以上社会的に失うものないとっていう風になったら最後に自由こんな社会にしてしまった社会になった原因となる人間に一矢報いようという風になって安倍元首相に襲撃したみたいな風に結局そのなんか不幸の連鎖というか。 その経済的に困窮するような状況を作られているからこそそのなんか治安が悪くなっているんだなみたいな風に世界情勢と今読んでいる本をつなげるっていうことをすることによってより知識を長期記憶に定着させることができるわけなんですよねみたいな風に、そに自分の持っている知識経験とかその世の中で流れているニュースとかと今読んでいる本をリンクさせることによって よより効率的に物事を学習すするることがでできるわけなんですよねで具体的にどうするかっていうと、うん、そんなすらすら出てこねえよっていうふうに思うかもしれないですけどだからこそそのマインドマップを使ってとかメモ帳とかを使ってあなんか似た,こ似た情報を自分も経験したことあるなとかなんか小学生の頃学んだ情報でこういうことあったなみたいなふうにつぶさにメモを取ることによってこのつなげ読みの効果を爆裂的に上げることができるわけなんですよね。 まあだからその知識っていうのは木の幹みたいなもので枝をどんどん伸ばしていくようなものでそのあ既存の知識とあの新しい知識自分がもともと持っている知識と今読んでいる知識っていうのをつなげていくことによってよりその情報を効率的に脳内にインプットすることができるんだよということを覚えておいてくださいそしてその次あの効率的な読書術として視覚か読みという方法があります一旦ちょっと水飲みますねまあ正直 あの前木が長かったし結構ボリュームがあると思うんですけどあのまあ皆さん頑張ってついてきてくださいって感じなんですけど視覚みっていうのは結局学んだ情報を視覚化するってことなんですよね。 じゃあ具体的にどうしたらいいのって話なんですけど皆さんに今お見,せしてお見せしているようにマインドマップにまとめるっていうのはめちゃくちゃおすすめなんですよ。というのも読書効率だけじゃなくてあの学校の勉強とかもコンセプトマップって、まあ、要するにマインドマップなんですけどその情報をその取捨選択したり整理整頓してあの後で復習しやすい情報に整理するのにマインドマップ非常におすすめなんですよね。で、 やっぱりそのただ本を目で追っかけるだけじゃなくて頭の中で整理するだけじゃなくて整理した内容をちゃんと後で復習できるようにこんな風にマインドマップで整理しておくことによってこのそのそ読んでる本自体のそ承の諾だったりとか文章構成とか話の流れとか全体像とかを理解するのに非常に役に立つわけなんですよねだから皆さんもその本を読むんだったらできれば視覚に整理し直してみましょうって話したんですよね。 そして、その次におすすめの、まあ、さらっとさっき言ったんですけど、その次におすすめの,あの効率的読書術として、質問読みという方法があります。というのも、本を読んでて、その本の内容で気になるところがあったら、独り言で質問をする。そして、できれば、メモをする。マインドマップとかメモ帳とかに、これっておかしくないかとか、これの根拠って何だろうみたいな風に、質問をしておくわけなんですよね。例えば、また皆さんが睡眠に関する本を読んでたとしましょう。そして、 睡眠に関する本の中で適度な運動は睡眠の質を高めるよみたいな文章を見たとしましょうで皆さんなんかパッと見理解できますかなんで運動が睡眠の質に影響を与えるんだろうとで適度な運動適当って1日何分ぐらいの運動がいいんだろうとか寝る直前に筋トレするのありなのとその筋トレしたらものすごくその息が上がるというか体が興奮するからむしろ睡眠に悪影響なんじゃないのだったりとか なんでそもそも運動によって睡眠の質が良くなるのっていうこととか気になりますよねみたいな風にその自分が思った疑問とかをそのメモしておくことによってより学習効率を高めることができるわけなんですよねというのも序盤でもお話ししたように人間はその情報の隙間を埋めたがる生き物なんですよ。自分の頭の中で思っている疑問についてその答えを無意識に探す性質があるわけなんですよね。だからただ漫然とその文字を目で追っかけるだけよりもこれってどういうことなんだろうという風に疑問を持つことによって論理的思考能力が鍛えられたりとか そのの情報の答えを探しやすすくななるわけなんですよね。でまあ、ちなみに余談なんですけど、まあ、あのなぜ睡眠に運動がいいのかというとその散歩でもエスカレーターじゃないわ階段の上り下りでもいいから軽い運動をすることによってとかエアロビクスとかダンスとかリズム運動をすることによってガんを噛むでもいいんですけど幸せホルルモンンンのセロトニがが分泌されて、メンタルが強くなるんですよね。そしてさらにその幸せホルモンのセロトニンは夜になったら眠気を促すホルモンのメラトニンに変わってくれるわけなんですよねだから。 できれば午前中のうちから軽い運動を、まあ、あの朝5分散歩するだけでもいいからそういうあの軽い運動をするだけでセロトニンを増やして夜自然に眠れるようになるわけなんですよね。で、もちろんその寝る直前にその心拍数を異常に高める筋トレみたいなハードな運動をしたら体が興奮してその夜あのリラックスして眠れなくなっちゃうから寝る直前に筋トレするっていうのはちょっとおすすめできないよって話なんですよね。 そういう具体的な睡眠の話についてはまた概要欄からその睡眠のプレイリストを見ていただきたいんですけどみたいな風に日頃からもちろん本を読む以外もあの通勤通学してる時とかあの日頃の休憩時間とかに本の内容を思い出してあれそういえば自分あそこの部分よく理解できてないなっていう風に思ったらつぶさにマインドマップとかメモ帳とかにそのメモしておいて家帰ってから本を開いた時にその情報を探してみるみたいな風に質問読みのいいところってその自分の手が空いてる時とか時間が空いてる時とかに もうずっと,そのなんかとかお風呂入ってて本読んでない時とかにもずっとその自分が読んでる内容の疑問について考えてその本についての理解を深めることができるわけなんですよねだからこの質問読みっていうのは読書効率を高めるのに非常に効果的な方法なわけなんですよでその次に効果的な効率的読書法としてようやく読みっていうテクニックがあるわけなんですよねようやくというとまあ物事をまとめ分かりやすく簡潔にま,まとめるって話なんですけど というのもその本を読み終わった後、その読み終わった本の内容というかあの読み終わった後というかそのなんだろうワンセンテンスごとに今日は1日1ページ読もうというふうに思皆さんが思ったとしてその1ページ読んだとするじゃないですかだったらその本を読み終わった後、さっきのページに書いてあった内容って要するにこういうことだよなっていうのを思い出しながら言葉にしてみましょうっていうのがようやく読みなんですよね まあいきなり本全部を読み切った後その本の感想を思い出せっていう風に言われてもやっぱ難しいところあるじゃないですかだからまあ1ページずつとか各章ずつでもいいからとか各トピックごとでいいから内容をまとめるっていうのがおすすめなんですよねというのも人間の脳に記憶に残りやすいっていうものっていうのはあの感情的にその自分の感情のこもった自分の言葉なんですよねであのなんか人間の,その記,憶記憶力を司る脳の部位が会話っていうんですけど その脳の部位と感情を司る部位の返答体っていうのが隣接しているわけなんですよ。だから人間は強い感情を伴う出来事のことをあのちゃんと記憶に保持する性質があるわけなんですけど、だから逆に言ったら楽しい思い出とかトラウマとか辛い経験とかっていうのをいつまでも記憶に残ってしまうっていうのは、その僕たちの感情とあの強く結びついているからなんですよね。っていうのも人間の生存本能的にやっぱりその、 恐怖を伴うこととか辛いこと苦しいことっていうのをちゃんと覚えておかないと生き残れなかったわけなんですよね。僕たち人間の脳とか体っていうのは狩猟採集をしていた頃からあのほとんど変わってないわけなんですけど。 森の奥深くまで探検しに行って、サーベルタイガーに襲われました。命からがら逃げました。っていうような経験をして、その経験を忘れてしまって、また森の森の奥底に行ってしまうと襲われて殺されてしまったかもしれないわけなんですよね。だから、僕たち人間はその学習するためにより、その生存能力を高めるために。 感情を強く伴いでいくことはよよより記憶ににめるように進化してきたわけなんですよだからこそ僕たちはその自分の感情を引き立たせることによって物事を効率的に学習することができるから本を読んだ後こういうところで驚いたとかこういうところが参考になったこういうところが面白かったっていう風に思った言葉を自分の,あの自分なりの言葉で要約してまあ自分の友達に話すだったり家族に話すだったりとか僕みたいにマインドマップとかメモ帳にまとめるみたいな風な 学習方法をすることによってより効率的に情報をあの脳内にインプットすることができるんですよね。フライングでお話ししちゃったんですけどあのようやく読みの具体的な方法としてマインドマップにまとめるとか友人や家族に説明するとかそして今みな皆さんに画面でお見せしてるように僕の,の Twitter だったりとかブログだったりとか YouTube だったりとか。 いろんな自分の情報媒体で自分の学んだことをお話しするっていうのとかその読書効率を管理するアプリの読書メーターでこの本の内容とかネタバレありではこういう内容でした素晴らしかったですみたいなにあに書いてみるのをおすすめですね。そして、まあ、効率的な読書術の最後のテクニックなんですけど音声学習ですね。まあ音声学習のメリットについてはあの序盤でお話しした通りなんでさらっと流すんですけど一度読んだ本の内容を音声で学び直すっていう方法なんですよね。で まあ、聴覚で文章を学ぶ,学ぶことによってより立体的に情報とか内容を把握できるようになるわけなんですよ。であこの例えばさ,さっき言ったものなんですけど真剣ゼミで「あこれ真剣ゼミでやったところだ!」みたいなシーンとかあると思うんですけどみたいな風に内容が頭に入りやすくなるわけなんですよね。まあ、だからそのなんか1回その本を読む前にようやく動画とか音声学習をした後本を読むっていうのは非常におすすめなわけなんですよね。 っていう,ふうに結構本の読み方といってもセンサ判別というかあの効率的な読み方でたくさんあるんですよ。 まあこれ全部いきなりやれっていうのは結構難しいと思う,けど思うんですけどあの結構マインドマップ共通してたと思いませんで僕も実際面倒くせえなーっていう風に思ってたんですけど本読んだ後マインドマップまとめるのただマインドマップでまとめるようになってから記憶の,の残り方が段違いになったので読書楽しくなってくるんですよ。であの僕たち読書嫌いなのはせっかく勉強したけどせっかく本読んだけど全然記憶に残らないから無駄な努力になったなっていう風に思ってあのやる気をなくしちゃうわけじゃないですか。 ただ努力がちゃんと報われるあの日頃で、日頃から役に立つっていう風に思ったら読書楽しくなるんですよねだから読書大嫌いだった大之助ですら僕ですら読書大好きになれたんだから皆さんもぜひ今回紹介したような効率的な読書方法あのどれか一つでもいいから試してみてください。そして あととももうう踏ん張張りですもうちょっっだだけ頑張ってくださいあの本を読んだ後に読書効率を高めることについてお話しします。というのも本読み終わったらその後は別に野「野」となる「山」となるじゃないけどスマホを触ったりとかゲームしたりとか何やってもいいんじゃないのっていうふうに思いませんかあの効率的な勉強法の動画とか僕概要欄に入れてるんですけどそちらの方でもお話ししたんですけどあの勉強した後本を読んだ後情報脳内にインプットした後は脳を休ませる時間が必要なんですよね。 というのも人間の脳っていうのは情報取得モードと情報整理モードって2つのモードに分かれていてそのたくさん情報を入手した後はそれらの情報を整理する時間が必要なんですよ脳内の,あの空っぽの本棚の中にたくさんの情報をボンボンボンっていう風に詰め込んだらあの乱雑に詰め込んでる状態なんですよね僕たちが勉強し終わった後っていうのは。だから時間を置いて その乱雑に詰め込んだ本をちゃんとそのなんかジャンル分けだったりとか、そのなんか五十音順だったりとか並べ直すことによって、あのちゃんと後で取り出しやすい情報になるし、しかもその本棚のスペースが空くわけなんですよね。だから新しい情報も入れやすくなるわけなんですよ。だからこそ、その勉強後には脳を休ませる。時間が重要なんですよね。 そのもうコップの表面張力いっぱいのところまで水を入れててさらにその上に水を入れたらもともとあった水はどんどんあふれ出ていっちゃうじゃないですか,とかそれ以上水入らなくなっちゃうじゃないですかみたいな風にそのにんかこれ以上詰め込んでも無理だっていう人間の脳の許容値があるんですよね。だからその夏の塾の塾集中学習みたいな風に できもしないのに長時間その子どもたちを拘束して詰め込み学習させるのってもう子どもたちの勉強のや,やる気も失わせるしモチベーション低下させるしあの勉強効率悪いしって最悪なんですけどまあ世の中の人たちはあのまあまあ何も勉強しないよりはマシですけどねまあ何せよ僕たちはそのただいさえその人生って限り,限りがあるんだからその少ない時間で最高の成果を得たいじゃないですかっていうふうになったら読書した後、勉強した後は脳を休ませることが重要なんですよね。具体的に何をしたらいいいのかというとう まあまずは目を閉じるということは重要なんですよ。というのも僕たちは日頃から情報の87%ぐらい。もうもう9割近くを視覚に頼ってるわけなんですよね。 だから残り13%ぐらいが聴覚とか触覚とか嗅覚とかなわけなんですよ。でもちろん目を閉じたらわかると思うんですけど外部からの情報ほとんどシャットアウトされますよね。僕ちょっと変わってて他のなんかのいろんな障害者とかいろんな立場の人たちの生活ってどんなのかなっていうのを体験したくてあの目を閉じて生活したり耳栓して生活したりすることとかあるんですけどある,んであ,あるんですけどというかあ,のあったんですけど <laughs> あのもう目閉じたら食器洗うことも本読むこともできないスマホ触ることもできないしというか家の中を あのまともに移動することもまんまならないわけなんですよね。っていう風になって初めてあそうか自分は今まで視覚情報に頼りまくったんだなっていうことを痛感したわけなんですけど逆に言えばその視覚情報を遮断することによって脳内に送られる情報がほとんどなくなるから僕たちの脳はあれ外部からの情報が全然来なくなったぞ。ということは脳内その情報取得モードから脳内整理モードに移行しますねっていう風に本棚の整理を始めてくれるわけなんですよね。 だからその脳を休める方法として仮眠するとか瞑想するとか寝る直前に本を読むとか,、ま、だから睡眠前に本を読むっていうこととか非常に重要なんですよって話なんですけどそれらその寝るとか瞑想とかが難しかったら目を閉じるだけでも学習効率高まるんですよって話なんですよね。だから勉強した後本読んだ後あのゲームするとか SNS 触るとか新しい情報に触れるっていうのは言語道断というかせっかく学んだ情報が 長期記憶に入らなくなくっちゃだからその勉強した内容を少しでも役立てたいっていうふうに思うんだったら脳を休めること目を閉じることしましょうという話でしたウェイクフルレストって言って、まあ、起きた状態で休むって直訳したらそういう意味なんですけど6分だけでいいからその勉強した直後は目を閉じるようにしてみましょうちなみに大之助はアイピローっていう目の枕っていうそのなんかレンジで温めることができる半永久的に使えるその蒸気でホットアイマスクがあるんですけどまあ本を読んだ後は とうかあのこうやってその喋った後とかはあのレンジでほかほかにしたアイピローを目の上にのせて疲労回復をしてその脳を休ませてますねみたいなふうに脳を休ませましょうとそしてその後は、えっとはマインドマップにまとめましょうとその本を読んだ後どんだけマインドマップ出てくるんやって話なんですけどもうそれぐらい重要なんですよもう,もうマジでね僕もマインドマップの使い方で人生変わったんで学生の頃から知りたかったって話なんですけど 本を読んだ後やっぱりその情報を立体的にというかその文章構造とかあのなんかこの本の内容のが何を伝えたかったのかっていうのを論理的に理解するためにもその本の内容でどういうことを言いたかったのかとかそのページに書いてあった内容とかっていうのをちゃんとメモしてみましょうでただそのメモ帳にあの過剰書きするんじゃなくてマインドマップでその構造を書いてみましょうとそしてその書くときに何も見ずに あの思い出しながらさっき読んだ内容を要約して書き直してみましょうと。で人間の脳は思い出す時にそして言語化する時に最も,も活性化するとこれさっきお話しした内容なんですよねっていうような性質があるからやっぱりその本を読んだ後はまずは脳を休めてそして休ませた後とマインドマップにまとめてみましょうということが重要なんですよね、まあ、だから結構その読書前の準備から読書方法だったりとかそして読書語だったりとかいろいろルールが多いわけなんですけど。 まあ何せよこれらをやってみたら僕みたいな頭の悪い人間ですら5年ぐらいこんな生活を続けてたらアート・ウーしか語彙力のなかった人間でもこんだけ喋れるようになったわけなんですよあの読書が大好きになったわけなんですよ僕ごときでもできるんだから皆さんもできますよつう話なんですよねで最後にその大之助の実践方法について紹介して終わりたいなっていうふうに思いますまずはそのこれまでの内容の,あの、まあえー、と僕はこういうふうに実践してますよっていうまとめなんですけどまずは自作のしおりを作りますと。 で、その本からどんな情報を手に入れたいのか、自分や自分の周りの人、親友とか家族とかがどんなことに困っているのか、自分がその情報を入手することにはどういうふうに還元できるのかっていうのをまとめた記事を作り、あ記事というかしおりを作りますと。そして、寝る前に1ページほど読みますと。そして、就寝後、まあ、朝になりましたと。朝、目が覚めた後、まあ、あの、 えと散歩とか瞑想とかのルーティーンがあるんですけどそれらが終わって、えー、と昨晩の続きの内容を1ページ読みますとで読むときはスタンディングデスクで読みますとであのまあ、散歩とか瞑想のあ、えー、とその昨晩読んだ内容とそのさっきえっ、ー、と、まあ、日中に読んだ内容を思い出しながらマインドマップにまとめるわけなんですよね。で とはいえ、その僕は別に天才じゃないのでその昨晩読んだ内容とかさっき読んだ内容とかを思い出せないことがあるわけなんですよね。っていう風になったらその本を読んで開いてあそうかこのページはこうこういうことがあったのかっていうのを確認した後は本を閉じてさっきのページに書いてあったことはっていう風に思い出しながらマインドマップにまとめるわけなんですよね。 っていう風な手順を続けていったら、まあ、あの1週間とか2週間とかで本を一冊読めたりとかするわけだから、するんですよね。で、本を読書、あの読破したら読書メーターっていう読書管理アプリでレビュー本の内容を要約っていうのをやるわけなんですよね。 その東野圭吾さんの「こうこうこういう本」を読んでそのなんかまさかこういうオチがあるとは思わなかったとかそのキャラクターのこういう心理描写の,えあの描き方が秀逸だったとかあの他にも、まあ、睡眠に関する本とか天気に関する本とかテクノロジーに関する本とかもこうこうこういうテクノロジーがあるのがすごい新鮮だったと昆虫のサイボーグ技術があるんだとかその今後は宇宙事業が注目されてて宇宙デブリの除去の事業にそのなんかすごい注目が集まってるとか,か 3D プリンターと人工培養肉の技術が相まってその人間の 自分の臓器を 3D プリンターで再現してそのなんか僕たちの臓器が病気になった時とかに自分でドナーを用意することができるかもしれないみたいな話だったりとかそういうのがすごい面白かったみたいな風にいろんな本のレビューとか内容の要約をしたりとかするわけなんですよね。で、あの例えば そ,のそういうふうに複数の本を読んで睡眠に関する本を56冊とか読んだりしてその睡眠についてある程度具体的な知識や体系だった知識が手に入ってきましたっていうふうになったらその今回お話ししてこの今回のマインドマップみたいにあの今回の内容も読書効率に関する本を45冊読んでそれらを あのこれまで紹介したプロセスで要約したいとかマインドマップにまとめたりとかしたわけなんですよね。でだったらやっぱ複数の本で共通している知識とかテクニックとかって出てくるわけなんですよ。そやっぱ一個の 1>, 1冊の本だけ読んだらその著者のバイアスとか思い込みとかその個人的な主観の見解だったりとかが入っててあの他の人には参考にならない当てにならないこととかもあの可能性も高いわけなんですけど5冊とか10冊とか読んでてそれら全部の本に当てはまってる共通項があったらそれはあの結構その普遍的な真理の可能性が高いわけなんですよねだから複数の本を読んで具体的な知識が溜まってきたらテーマごとにマインドマップを整理するわけなんですよっていうのがこれまでお話ししてきたあの子育てに関する本とか習慣関する本とか とか睡眠の質を改善する方法だったりとか勉強効率とかいろんな本ありましたよねあい,ろいろんなテーマについてマインドマップで紹介してきましたよねこれもあの今しゃ,しゃべっているような手順でやってるわけなんですよその睡眠とか食事とか運動とか自己改善に関する情報とかもあのそれらのテーマごとにマインドマップを作ってますとでマインドマップの内容をもとに例えば今皆さんにお見せしているこの,あのなんか、まあ、見出しというかトピックをもとにブログをどんどん執筆していきますよと でその、まあ、手前としてそのなんか最近本で読んだこういう内容があってねみたいな話を僕の友人とか家族とかにあの解説するとか話するわけなんですよね。というのもその家族が最近その睡眠不足で悩んでてみたいな話を聞いてたら「あのそのこの前なんか睡眠で悩んでて」っていうふうに言ってたじゃんといびきってこうこうこういうメカニズムであって日頃こういうことしたら対策があるらしいよみたいな話だったりとか。 そのなんか女の子の友達とかで生理痛が重いっていうような話あったじゃんとそれってなんかあの蜂蜜を毎日大さじ1杯飲むことによって鎮痛剤と同じぐらい鎮静作用があるんだよみたいならしいから今度やってみてっていうような話とかをしたら相手からしたらその興味がある上に自分の悩みをあの解決してくれた人っていうふうにそのなんかまあ僕たちはそのなんか自分は。 その本を読んで学んだ内容を相手に伝えることによって自分の脳内に記憶をインプットさせることあの情報をインプットさせることができるわけなんですよね。自分の勉強のために喋っているにもかかわらず相手の役に立つことができるわけなんですよ。そして相手,の相手との会話の話題も増やすことができるから自分の大事な人とのコミュニケーションにもなるし関係強行にもなるし相手からの好感度を高めることにもできるわけなんですよね。しかももも自分の勉強にもなるというもう 一石二鳥のことをすることができるからその、まあ、マインドマップでまとめた内容をブログで,まとめブログで整理し直すだったりとか自分の身の回りの人にしゃべるっていうことを非常にお勧めなわけなんですよね。そしてブログを執筆する際もその際にさっきの睡眠の話とかいろんな例えとか出したと思うんですけどそのこれっていろんな人たちに分か,り分かってもらえるようにどういう例えをした方がいいのかなっていうふうにブログを書く時になんか分かりやすい例えっていうのを結構考えるようにしてますね。 そしてブログを執筆できましたっていう風になったらブログの内容とか今回のお見せしてるようなマインドマップとかっていうのをあの台本にして YouTube の動画投稿してるわけなんですよね。っていうのがその僕の今までやってることのネタバレなんですけどこんな生活を、まあ、5年ぐらい続けたら僕みたいに才能のないバカでも。 ある程度賢くなりますよと、まあ、僕は自分が賢いとは思わないんですけど昔の自分よりはだいぶ話上手くなったしあの論理的に物事を喋れるようになったし情報を脳内にあのインプットするどころか引き出しやすくなったわけなんですよね。いやーってなったらね人生楽しいんですよね。だからまた繰り返しになるんですけど僕ごときでも。 あの全然人生変わることができたわけなんですよ。もともと学生の頃とか成績悪かったっすからね。そんな人間でも読者が大好きになったし、そしてあの自分の好きな本とか漫画とかの内容を喋っていろんな人たちと繋がれるようになったわけなんですよね。だからあのマジで本って自分の人生を、を僕たちの人生を変えてくれる豊かにしてくれる最高の習慣だから、このまあ、せっかく本を読むんだったらあのたくさんの知識を手に入れたいじゃないですか。そしてあの まあ僕たち現代人の寿命って100歳とかになってきてるじゃないですかだから学歴も重要だけど社会人になってから障害、まあ、学習って言葉もありますけどずっと学んでいくこと学習していくことがめちゃくちゃ重要なわけなんですよねだからそのなんか特に社会人になってからの勉強方法,方法としてそのコストをかけずにいろんな知識に触れるという読書という習慣は非常に重要なわけなんですけどその読書の効率を高めるための方法ってどんなことがあるのということについて今回お話ししました、まあ、読書前の準備だったりとか 効率的な読書術だったりとか本を読んだ後は脳を休ませ,休ませるとかいろんなノウハウとかがあったわけなんですけど、まあ、あの今回紹介した中のいきなり全部やるっていうのは無理だと思いますしモチベーションが続かないと思います。だから これだったら、この1個だけだったらできそうだな。とりあえず、マインドマップインストールしてみるか。X マインドやシンプリーマインドとか、ダイナスケが紹介していた無料マインドマップのアプリをインストールすることから始めてみるか。あの、週末は図書館に行って自分の好きな絵本だけ借りてくるかみたいな風にできることから始めていってもらえればなっていう風に思います。ということで、今回はこの辺で終わります。役に立った、参考になった、面白かったなっていう風に思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、 コメントいいたただけたら非常に嬉しいですということで、今回は以上。また1時間半ぐらい喋っちゃったかな。その僕もその読書で人生変わった人間なんで、やっぱリサーチとか、そして喋ることにも結構熱入っちゃったんですよね。ちょっとあっという間に喋っちゃったんですけど、だから皆さんのお役に立てたら非常に嬉しいなっていうふうに思います。ということで、今回は以上。バイバイ。